日本関東地方茨城県つくば来ら市藤見が、岡藤見が、岡は、茨城県つくば来市の町名。現行行政地名は、藤見が、岡1丁目から藤見が岡4丁目。郵便番号は300-2417。つくば未来市の北東部に位置する。つくばエクスプレス沿線開発区域未来平地区の西部で、現在造成中である。 2006年3月27日の筑波未来市発足と同時に暫定的に運用を開始した。また、2012年度に土地区画整理事業が終了したことを受け、2013年6月29日に正式町名となり、同時に仮勘違い区画地番号より、新たに振られた番地へと移行した。未来平地区の内都市軸道路から西で、かつ常磐自動車道より、 北の部分を占め、東は四方が丘、西は西、奈良と、牧、南は西奈良と、北は、田村と接している。南西に、富士山を望めることから。2017年8月1日現在の世帯数と、人口は以下の通りである。私立小学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。当地域は、首都圏新都市鉄道つくばエクスプレス未来平駅に、 近接している。また、未来平駅より、各方面に、バスが出ている。AB、市の人口調停時別人口。つくば未来市。2017年8月22日閲覧。市外局番の一覧。総務省。2017年5月29日閲覧。未来平地区の住所変更のお知らせ。つくば未来市役所。 2010年7月3日閲覧、ありがとうございます。